ダメだ、ダメだ、鼻水が止まんないな、これ。カシャカシャ、カシャリンカ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。もうダウンしちゃってます、今。38度ぐらいあるんですけども。ちょっとね、昨日も休んじゃったんで、動画出したいなと思って撮ってます。もうある意味、ね、強迫観念に駆られちゃっている部分があるかもしれない。なんだろう、こういつも反応してくださってる皆さんがいるから、なんだろうな、自分が求めるものがどんどん大きくなってしまって、ね、良くないかもしれないんですけど、でちょっとこの前自分に向けたクリスマスプレゼントを買ったんですけど、これダーン、こちらはシュワ、これシュワの MV88 というマイクでございます。で、何のマイクかっていうと、こういう iPhone にカチャッと挿して、よくあるじゃないですか、この iPhone のお尻の部分ってこういう充電を挿す、ね、穴がついてるんですけども、ここね、それに取り付けるマイクです。で、普段私ね、ここ今触ると音が出ると思うんですけど、このマイク、こういう近い距離で、まあ10センチぐらいのね距離で話すとすごい綺麗に音が取れると思うんですけど、最近いろいろな、まあ芋吉もそうだし、あとはキッドさんともコラボした時もそうなんですけど、このマイクを使って大きな声でワッと喋ると音が割れちゃって、ちょっとね、あの視聴者さんにもストレス与えちゃうと申し訳ないなと思って、まあ自分のクリスマスプレゼントと言ってますけど、まあ、YouTube でもっといい映像が作れたらなって、それで買いました。これかわいいよね、この色。ちょっと開けちゃったんですけどね、実は。で、これこういうキャリングポーチに入ってるんですけど、ね、開けるとよいしょね、いいよね、こんな感じでございます。これはほらこうなってて、このね出っ張りの下の部分、ここを iPhone のお尻にカチャッとくっつけるんです。なんか新しいものを買うとワクワクしますよね。よし、できた。今喋ってるのはこっちのズーム1の音ですね。それを切り替えます。ほい、どうでしょうか。今ね、手持ちでこのマイクを持ってるんですけども、離れてても音拾ってるかな。マイクテスト。で、これがうまく使えればもっといい動画作れますよね。それがすごい楽しみ。ブスすぎてどうしよう。おう、マイクテスト。これで音フェチも取れればいいんだけどね。音フェチはどうかな。カシャカシャカシャリンカ。あとはお店の中で自分がこう、例えばラーメン食べてるとことかね、ちっちゃい声でしか喋れない時とかも、これできちんと音を拾ってくれたらありがたい。ラーメン美味しい。いかがだったでしょうか。ちょっとこれでね、どんな出来栄えになってるか楽しみです。ちょっと手抜きの動画に思っちゃった方いましたら申し訳ございませんが、明日から完全復活できると思いますので、また見ちゃってください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また
次の動画でお会いしましょう。だめだ、声が出ない。バイバイ。おやすみ。皆さん、あったかくして寝てください。じゃあね。